水噴火誌、英語、数編は、中華人民共和国国旅交渉ボタン講師に位置する研究誌。2011年から2017年にかけては、国流交渉の直轄管理下に置かれた。東はロシア連邦沿海地方と27キロに、渡って国境を接し、面積460平方キロメートル、人口21万人。 ウラジオストクまで 210km、ロシアと100年余りの交流がある。1992年に中央政府より辺境解放都市に指定。ロシア側と鉄道、道路による輸送が行われ、ロシアからの輸入貨物のうち80%以上が木材で、市内には400社余りの木材加工企業がある。ロシアとの国境をまたいだ、観光、居住、 自由貿易地区、水噴火貿易総合体を建設している。下級行政区域は、水噴火賃、お金移賃、五死貿易区と、辺境経済合作区に分かれる。水噴火は、悠久の歴史を持ち、考古学によると、4000年前から、満州人の祖先である、宿神人はここで生活し始めたという。東大には、海国ピンフ州の地であり、 近代には上京路を恵む頻路、現代には療養中小小戒元路マンコフに属した。秋夜には八次人としきしそっぴん、う守る、新代には人ぐった福と東夏区となった。1860年の中路北京条約締結により、水噴火地域はロシアと国境を接することとなった。1897年、ロシアが建設した東西鉄道が開通し、 水噴火地域の一部は鉄路付属地となり、ロシアが操縦するハルビン鉄路管理局が管理した。1921年中東鉄道の付属地行政権が改修され、1926年に水噴火市が設置された。鉄道の開通により、水噴火地域は大路貿易の基地となり、とりわけ担ぎ屋の密貿易で繁栄した。1945年に、 水曜県に編入され、1948年に水曜県は東安市県に編入。1968年に水噴火は研究区に昇格してボタン工地区の管轄とされたが、1973年に再び東安市県に編入。1975年に東安市県より水噴火市が分割設置され、ボタン工地区に所属。 1984年、水噴火氏が昇格氏となり、母体講師が管理を代理。1992年国務院の認可により、第一次返境開放都市に指定。1999年6月、水噴火、ボグラニチに領市館に貿易区誕生。2007年4月、国家木材流通協会に中国木業の徒党授与。2009年4月、 国務院の批准で、国流港水噴火総合保税区設立。2011年6月、水噴火市が国流交渉直轄研究士となる。2017年11月、水噴火市がボタン講師に所属。日清を管轄、ハルビンからウラジオストクに通じる旧東西鉄道の中国側最初の駅があるため、ソ連崩壊後、ロシアから大量の担ぎ屋が、 商品の仕入れに来るようになり、ロシア人担ぎ屋相手の商業都市として大発展を遂げた。近年のロシア人観光客は約30万人だが、その大部分は担ぎ屋である。このため、国流交渉では、ショートハルビンに次ぐ裕な都市となり、北辺の昇進線と呼ばれる。工業ではロシアから輸入する木材の加工業が発達し、近年はロシアを訪れる。 中国人観光客も年間7万人程度となった。週末の水噴火市へのロシア人の観光客の増加について、水噴火市における非関税区域の建設について、中露国境の水噴火、ポグラニチニ両市間に貿易区誕生日本との協力方法の提案。ありがとうございます。